山11レースは第55回京成杯 G3 G1 皐月賞と同じ芝の 2000m 17頭です。芝は良、人気はかなり割れています。7番のブラックバゴ、1番のクラージュシチ、そして17番のベルフ、この辺りが上位人気です。解説は松本博さんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。かなり人気割れてますね。はい、まあ、いわゆるオープン馬、は5頭ということで、あとの12頭はまだ1勝クラスの馬なんですが、その1勝クラスの中にもやっぱりその2勝3勝している馬に匹敵するようなね、素質を持っているのがいっぱいいますんで、まあ本当に混戦模様というかね、人気が割れるのも当然かなと思いますね。17頭立て、そしてやはり前半はあまり速くならないんでしょうか。キャリアの浅い馬同士の戦いなんでね、はい、みんなまだ客室が固まってない部分もあるんですが、そんなにこう積極的にぐんぐん行くっていうのはあんまりないと思うんですけど、まあ前半の 1000m はスローで流れてる、その3コーナーからの攻防ですよね。なるほど。この京成杯ってスローになっても結構差しが決まるケースが非常に多いですね。はい、となるとその後半の攻防が勝敗を分ける。そうですね、はい、さあスタートが肝心ですよね。1番のクラージュシチ、7番のブラックバゴ、そして17番のベルフ、この3頭のまずスタートに注目したいと思います。ね、はい、あとはどの馬がペースを引っ張るか。そうですね、まあ、男気1本かマイネル・シュバリエあたりが花にはいくと思うんですけども、ゲートインは順調です。中山11レース第55回京成杯 G3 17頭立て、これから17番のベルフ向かいます。京成杯 G3 ゆっくりと今誘導されて収まりました。中山11レース京成杯体制完了。ゲート開いてスタートが切られました。まずまず揃った全馬スタートを切りました。さあ正面スタンド前、何が逃げを打つでしょうか。内から男気一本、そして真ん中から積極的にマルビエールも行こうとしています。男気一本、マルビエール、ブライトバローズ、間4番のダノンリバティ、外からはコスモナインボールも先端の外目につけました。さらに外から16番のザイリックメアも上がっていった。縦長になりながらこれから1コーナーのカーブに入っていきます。全部で17頭です。好スタートから3番の男気一本、枝テルオの逃げになりました。ご覧のように1馬身半のリード、マルビエールが2番手につけています。ブライトバローズが3番手、その後ろ4番のダノンリバティ、外からはコスモナインボール、内内1番のグラージュシチーです。外からピンクの帽子ザイディックメア、間5番のクルーガー、それから青い帽子赤いシャドーロール、これがブラックバゴです。外からマイネル・シュバリエ、内から8番のタケル・ラムセス、そしてピンクの帽子がベルークです。固まっています。ソウル・インパクト、イーデン・ホール、さらに中段の後ろからディア・コンチェルト、オレンジの帽子スーッと上がっていったナスの生還です。そして黄色い帽子がフォワード・カフェ、こういった体勢、ご覧のように固まっています。縦長にならずに固まって、男気一本が先頭、そしてバルビエール、外からコスモナインボール、さらにはマイネル・シュバリエ、先端は4頭が固まって、それを見る形クラージュシチーです。さらにはブライト・バローズ、ピンクの帽子ザイディック・メア、さあ上がってきたのは7番のブラック・バゴ、赤いシャドーロールが揺れている。大外を回ってはナスの生還、固まった固まった。4コーナーカーブから最後の直線コースにこれから入ってきます。先頭は男気1本コスモナインボール、男気1本コスモナインボール、内内クラージュシチ、内からクラージュシチ、間を割ってクラージュシチ、外から内が入ったダノンリバティ、ダノンリバティ現在4番手から3番手、さあ坂を駆け上がってくる。ダノンリバティ先頭か、次は男気1本頑張っている。男気1本ダノンリバティ、外から7番のブラックバゴ、ブラックバゴ、間から赤い帽子クルーダー、ブラックバゴ、ベルーフ、前は固まった。間ソウルインパクトもこの争いに加わっています。前は4頭の大接戦、ゴール前大接戦になりました。坂を上がってからは大接戦、まず一旦ダノンリバティ、しかしそれを飲み込むようにクルーガー、そしてブラックバゴ、あるいはソウルインパクト、ベルーフ、ゴール番前は最後は4頭の争い、ブラックバゴ、ベルーフ、この辺りの争いになるでしょうか。うちの赤い帽子がクルーガー、間が13番のソウルインパクト、前は4頭の接戦です。大接戦になった今年の京成杯。